凌晨没有放手，挥拳揍着对方的身躯。お前が手を出していい相手じゃないんだよ。对方拿出一把刀子，挥向了凌晨。啊，谁？凌晨一语不发地待在医院的走道上。涼星。阿基。阿基拉師匠の具合はどう？なあ。どうした？そんなバカな！仕事がなくなった上に賠償金だと。亚树看向声音的来源处，威廉与包公在病房走道处对峙。威廉机械式的语音在走廊上显得格外清晰。現場監督の報告によると、あなた方の施工に不備があったせいで壁が倒壊し、会社に損失を与えた。工事の遅延を考慮すれば、他の請負業者に依頼するのは当然です。明師匠の治療費はひとまずこちらが立て替えるので、保険金の支払い後に返還をお願いします。その他の賠償責任については今後明師匠に支払いをお願いします。威廉不顾包公们的抗议大步的离开。ウィリアムさん、なんであの人がここに？黒社長の代理で来たんだ。黒社長？状況を確認してくる。じゃあとりあえず僕は帰るよ。好像遇到了难以解决的状况。ひとまず帰って、何か手伝えることがないか考えてみよう。亚树来到了事发工地外，现场已贴上了黄色封锁线，跟当年的情况有点像。可以想象得到，当时意外发生时，目击者受到多大的惊吓。他们都只是包工和临时工，不但受伤还要面临求偿，太沉重了。为什么会这么难过呢？明明不是我的事。亚树低头沉思时，发现随身的收音器材电源灯亮着。いつついたんだろう。亚树整理器材时听到了微弱的声音，但抬起头时却没看到可疑的身影。勘違いか。等很久了吗？哥到，那走吧。亚树，你等一下要回去了吗？还没。这好像不是你今天第一次问我接下来要做什么，因为上次你说不要替你决定感受了。我不是那意思啦，我是说喜欢的讨厌的我都会说出来，没有说的那些就是没有。其实你不需要这么小心翼翼的，我要做什么会开口告诉你，这样你还有什么想确认的吗？你怕我吗？不怕。那你喜欢饭团吗？喜欢豆腐吗？喜欢我跟我出来吗？好多问题啊，而且好像混入了奇怪的题目。不讨厌不讨厌，最后我也不讨厌，跟你出来我也觉得很放松。嗯。まだ仕事があるから、それじゃ。なんだかセータンがどんどんやつれていく気がする。あの件でみんなに話したいことがある。
亚树利用一些时间将在医院看到与声音的状况说给了大家听。怪我をしたのはあの大きな声のアキラ師匠なんですか？ネットでは手抜き工事のせいで事故が起きたって言われてる。アキラ師匠はそんなことをするような人には見えない。そのせいで生も大変だよね。だから何か手伝えないかみんなに考えてほしいんだ。直接お金を渡すことも考えたけど、生はきっと受け取らない。少年、仲間のことがよく分かってきたみたいだね。Wesley， 游戏。游戏好了。いいね。俺もやる。一緒にイベントをやることについては、戻って店長に話してみるよ。あ、ユキ、ありがとう。希望会有好的结果。哎，这有剧情。亚树来到医院，便听到大声的吵闹声。俺には妻と子供がいるんだ。給料を受け取れなかったらどうすればいい？その金のことなら俺が何とかしよう。何かいい方法があるのか？何とかするって言ってるだろう。多くの金が必要だぞ。俺が後で受け取ることに同意したとしても、他のやつはどうする？師匠はまだ万全じゃないから心配はかけられない。俺だって分かってるさ。はあ、若者に迷惑をかけたとなれば師匠が目を覚ましたら怒られるだろうな。行こう。他の人も訪ねて何か方法を考えてみよう。あ、好严重的感觉，希望事情能顺利处理。现在那个事故的关系，整个……我还是不懂为何这个要执行睡觉，什么意思啊？那我试看等他执行睡觉怎样？おめでとうございます。ランクインしたのはベストドラマは那一年パイリエン。たくさんのホルモンと無限のファンタジーをくれた作品に感謝です。那第一名耶。え、感謝吗？金さん、この声、管理員さん。管理員さん、またご近所さんからのクレームですか？今日はこの件で来たんですよ。管委拿出一张宣传传单递给了亚树。住民の方が最近この辺りで怪しい人物がこそこそ様子を伺っているのを発見したそうで、泥棒集団が下見をしているんじゃないかと心配していまして、それで管理委員会がビラを作って皆さんに戸締まりに注意するよう呼びかけているんです。貴さんのところは人の出入りが多いようなので、他の方にも伝えておいてください。特に春樹くんが怪我でもしたら大変だ。小辉真的很有长辈缘呢。かりました。管委带着讶异的表情，继续挨家挨户的发送传单。泥棒、ここに盗むようなものなんてあるか？你的细查呀，孩子。金はないし、録音機材は大きいし、設備を盗めばすぐに気づかれて骨折り損だ。
でも一応気をつけておこう。跟他去约会好了，既然没有事情。你在担心医院那边的情况吗？担心也不担心，担心也不担心。我还是担心师傅的伤，但跟你聊过之后，我觉得未来都还有好转的可能。而且跟你在一起，我才能放松充电。每次听你这么说，我感觉自己就像个行动电源，可以帮你补充能量。亚素，借我靠一下，我快没电了。凌晨一语不发的将额头轻靠亚素的肩头。我只是比喻了。亚素还没来得及说完，凌晨就抬起头，久违的露出了笑容。充满电了，谢谢你。不客气。他脸红了吗？阿成。本来是这样的阿成吗？我们这好像有一个是，这里，这个，这附近的声音不错，来录一下吧。我有案子，早餐广告。正愁找不到人录制，你要不要接这个案子啊？当然好啊，太好了，我没有看错人，我回去让底下的人发案子给你。OK， 然后我们这次啊还没有多人，好。要去约会吗？约会好了，反正也没有任何事情。你先去乐园那里好了。然后这个早餐广告。它好高哦，早餐广告，所以我们只能继续录制跟沟通的引导要学习。这个，察觉后方有异样声响，亚素回过头。それよこせ。察觉对方的目标是身上的收音器材，亚素用力地抱住背包，保护设备。怎么办？亚素脑海中浮现了一道模糊的。亚素抬起头，看到凌晨面色狰狞，单手凶狠地抓住对方的衣服。何やってんだ？Don't touch my boyfriend！ 凌晨没有放手，挥拳揍着对方的身躯。お前が手を出していい相手じゃないんだよ。对方拿出一把刀子，挥向了凌晨。Say！ 凌晨的手臂被划了一道血痕，却没有停下挥舞的拳头。こいつ、頭がおかしいのか。やめろ！亚素抱住凌晨的手臂，对方将凌晨用力一推，
趁隙逃走。阿基，大丈夫か？怪我はないか？不要那么拼命啊！負傷してるのは君の方だろう。两人回到工作室后，看到工作室凌乱的状况。これは泥棒だ。捕まえないと。亚素伸手拉住凌晨。まだ傷口の血が止まっていないんだ。でも泥棒が。いいから座って。凌晨不情不愿地坐到沙发上，将受伤的手臂抬了起来。亚素帮凌晨包扎，看见他身上的成年疤痕，这些伤痕就是他小时候被打的痕迹吧。还有一些新伤痕，包括才被划开的伤口。他刚才的状态，连自己受伤都不知道。すごすぎる。さっきは驚かせてしまったか。あいつらが秋に手を出したのを見て、俺はお前を守りたかったんだ。分かってる。ありがとう。でも僕を助けるために生が傷つくようなら僕は喜べないな。生、僕は誰かが目の前で血を流すところなんて見たくないんだ。死んでしまったら何にもならない。残された人が悲しむだけだ。就像姐姐那样。なあ、分かった。俺は自分を傷つけるようなことはしない。什么是这个结论？ああ、分かったよ。亚素为凌晨处理好伤势后。これは応急処置だから、後でちゃんと病院で見てもらうよ。大丈夫だ。これで問題ない。それで、今日はどうしてここに？師匠のことを報告しようと思って。師匠が一般病棟に移ったんだ。あとはリハビリが必要だけど。とにかくいい知らせじゃないか。もう一つある。もう一つ。凌晨拿围巾的摇摇头，举起受伤的手。この包帯。ありがとう。じゃあな。凌晨语毕，快速离开工作室。こんな簡単な包帯で感謝も。まったく。スタジオに戻ったら、スタジオ内に誰かが侵入して、本体のハードディスクがなくなっていることに気づきました。ハードディスクの中に録音データが入ってて、ファイルが流出する恐れがあるから、姉さんに話しておくべきだと思って。でも、普段仕事のファイルはクラウドにアップロードするようにしてるから、みんなの音声ファイルを全部一から収録する必要はありません。それに、予備のハードディスクもあるので、仕事には影響ありません。アキ君、あなたが無事で何よりよ。もしあなたに何かあったら、ご両親とフミちゃんに申し訳が立たないわ。相手に心当たりはあるの？前に管理委員さんが言ってた泥棒集団かもしれません。まさか強盗までするなんて。アキ君、そいつらの狙いはあなたのリュックだったの？ええ、僕のリュックが金目のものに見えたのかな。在一旁默不作声的凌晨突然发出诡异的笑声。にゃほほほほ、面白いね。強盗、泥棒、唯一消えたのは本体のハードディスクだけ。盗難事件の真相はズバリ。少年、君は貧乏すぎたのだ。それはさっき言ったけど。あるいはハードディスクの中に目当てのものが入っていた。ハードディスクには仕事に関するものしか入ってない。タイのレッスン動画とかも入ってないの？ない。
大体何しに来たんだ。本物の事件が起きたんだ。素材集めをしない手はないだろう。まこと黙って。こんな大変なことがあって疲れたでしょ。とりあえず今日はしっかり戸締まりしてゆっくり休んで。音声ファイルの件は私が話し合っておくから。在莫宁与林真离开后，亚树看着凌乱的工作室。やっとちゃんと録音できるようになったのに、まさかこんなことに。録音機材と音声ファイルなんて誰が欲しがるんだ。スタジオに打撃を与えて録音スタジオのトップに立ちたい人物。我が黒金建設は巨大な家を建てるだけでなく、今後最大の音声作品事業者になるでしょう。まさか。くだらないことを考えるのはやめて、とにかく休もう。今天是游戏的生日，送个礼物给他吧。他的话，我记得他喜欢水，这个吧。我记得好像给他细工的软的，这个好了。反正我现在有钱，不能这样讲。希望游戏喜欢这礼物。谢谢你的，太棒了，你喜欢就好。然后要去约会。阿成，你的伤好多了吗？那只是小伤，已经好了。那就好，你一直皱着眉，我还以为你的伤口在痛。我只是担心你。担心我？那天在强盗还没被抓到，你的工作室又遭小偷，太危险了，还是我去你那边保护你。大家说我长得凶，说不定他们看到我就跑了。跑了不就抓不到啦？而且我也不想再看到有人受伤。没事的，你还有别的事情要忙，我工作室那里还有社区巡逻队，你不用担心。亚树，那你有事一定要叫我哦。好。凌晨，你这么快就出来送货？工地停摆，赚点外快。你手臂的伤恢复的怎么样？搬重物不会影响吗？不影响，伤也恢复的差不多了，毕竟你帮我包的很好。那只是简单的包扎而已，怎么可能影响愈合速度呢？你放心，本来就只是小伤，包工大哥看到后还说再晚包一点，包扎伤口就愈合了。不会影响到录音的，我是担心你啊，笨蛋。哦，谢谢，笨蛋，大笨蛋。好的，那我们这次还是继续，因为还是差很多。哇，网络喷子真的很夸张哎！说要发起抗议抄袭，说要发起抗议抄袭的活动，召集期间两个月，两个月？他们也太闲了吧！会影响到阿树的工作室吗？
看起来是还没有收到工作室的资讯啦，应该不会吧？亚树，有需要我可以接送你。没这么夸张吧？而且这件事情跟我的工作室有什么关系？不能这么说，网络上不嫌事大的人很多，也不知道他们两个月后会做什么。先收集资讯，留个心。纯纯这些资讯也发给我，我和元璋讨论看看有什么应对方式。阿树，你自己也要多小心点哦。嗯。哎，这谁啊？那是新的。亚树，你来了。你的沟通能力比之前真的提高了很多。继续下去，我相信你一定可以做得更好。鼓励大家的能力提升。好的。然后休息吗？休息一下好了，看看那个可不可以。有用吗？有用吗？哎，有有有！之前被抢之后，管委帮了个很大的忙，好像应该跟他道谢。亚树走到管委住家前，听到邻居们热烈的讨论声。もう本当よ。うちの子が同性愛の話を書いてる作家の作品が私たちの地域の録音スタジオで撮ったものだってネットで噂になってるのを見たって言ってたわ。そんなものを書くこと自体問題なのに、盗作なんてモラルがないんじゃない？そんな人のために作品を出すなんてろくな人間じゃないんじゃない？ああそう、あの木さん強盗にあったばかりでしょ。まさか自分で。朝から晩まで噂話ばかりして、自分は成人のつもりですか。官位，你真的站得好好，谢谢你。それから、私は地域を管理する管理委員であって、宇宙を管理しているわけではありません。誰が盗作しようが私には関係ありませんから。それに、木さんは被害者で、そんな風に被害者を批判するの違うでしょ。あらあら、冗談よ。冗談よ。还是回去吧。一段时间之后，最后还是靠莫宁姐和夏总编的协助，才成功募到款项，希望跟这些会对老姜师傅他们有帮助。好的，那我们这次也是去搜刮一下老师。老师快给我。小树你来啦，最近的表演技巧有没有问题？做声导久了，有时反而会陷入惯性思维，难以突破。这是很正常的事啊。分析剧本时，最重要的不是故事，而是理解人，把人内心生活的一切细微变化和深度，艺术的表达出来。有些视听作品比原著更耐人寻味，也正是因为导演对角色加入了更细致的解读。哦，我懂了，谢谢教练。好啦，等你下次再突破性提升，我们再聊。分析脚本提升 ，good。OK， 这里应该没有什么嘛，那我们试试看睡觉。両贼？アキ、妹がここに来てないか？来てないけど、何かあったのか？花がどこにもいないんだ。え？え？病院まで連れて行ったんだけど、途中で買い物をしている間に花の姿が見えなくなったんだ。あちこち探したんだけど。他に花が行きそうな場所とかはないのか？それが分かれば苦労しない。アキ、もう疲れた。本当に。上次遇到小华，好像是在……もしかしたら花のいる場所が分かったかもしれない。一緒に探しに行こう。
应该在公园吧。真的，亚树和凌晨来到公园，便看到了小华神情落寞的待在了一个角落。好呢，我捏着。小华看到凌晨，转身就要离开。おい待て、走るんじゃない。じゃあ私を病院に連れて行かないで。何を言ってるんだ、帰るぞ。もういいわ、お兄ちゃんとは帰らない。二人とも、そんなことが言いたいわけじゃないだろう。寮生はどうするつもりだ。花を叱るのか、このまま連れて帰るのか。ああ、花のやつ、心配かけやがって。花と、ちゃんと話をするべきだろう。俺が？花、君のお兄ちゃんへの気持ちはわかる。でも、自分を犠牲にしても、セイも、師匠も、他の人たちも、誰も喜んではくれないよ。でも、話をしようとしても、お兄ちゃんはいつも相手にしてくれない。今だったら話せるよ。セイ、そうだろう。話してみろよ。聞いてやるから。それと走るなよ。私の病気やおじいちゃんのことで、お兄ちゃんはいっぱいお金が必要で、いつも疲れてる。私が病気じゃなくて、手術も必要なかったら、お兄ちゃんはこんなに苦労しなくてもいいのに。ごめんなさい、私のせいで。お兄ちゃんはバイクも買えない、いい服も買えない、美味しいものも食べられない。小华低下头，眼泪掉了下来，泣不成声。私がいなかったら、お兄ちゃんはもっと楽になれる。凌晨跑向小华，抱住了他。お前がいなかったら、俺は悲しい。花がいるから、俺は頑張れるんだ。お兄ちゃん、ごめんね。小华在凌晨怀中放声大哭。凌晨抱着熟睡的小华，坐在公园的椅子上。花がこんなに考えてたなんてな。秋。一緒に妹を探してくれてありがとう。花がいなくなってしまったら、俺はどうなるか。ちゃんと兄弟で話し合うんだな。对了，之前大家替凌晨募来的款项，亚树从背包拿出一个信封，将它递给了凌晨。これは。師匠や君に協力したいというスタジオのみんなからの気持ちだ。少しでも役に立てればいいんだけど。これを俺に？ありがとう。凌晨接过信封，露出感动的笑容。よし、俺も頑張らないとな。アキ、俺はレコーディングするぞ。季先生您好，我方有一个新作品《凌晨两点的浪漫》，想与你合作，相关会送到你的管制。好的，那我们来看看这个凌晨两点。不是，我还要休息先。哦，那我们隔天凌晨想约会一下好了。我按错了，17号对。然后这个呢，我们去哪呢？电影院。
反正要增加还是什么。然后这里我们看一下那个是这个吗？不是，下面这个。哎，不是这个。不过他还没有讲他的最后期限几时了。不过这个我们可以录制了，我们先录制这个咖啡广告先好了，然后去小约会一下。凌晨和亚树随着散场的人群一起离开影厅。这部喜剧片的剧情比预想的还要精彩。那你喜欢这部片吗？我看你还是安静啊。蛮好笑的，我只是不习惯笑出声而已。你也整场没发出声音了，你觉得好看吗？好看啊，我只是怕就我笑出来会很突兀，结果整场大笑得很开心了。是啊，看来是我多虑了。